ト。高田から本山のサイド、本山から倒されながらつないだ。本山が突っ込んでいきます。さあ得意のドリブルだ。さあ本山抜けるか。本山抜けた。本山シュート。本山3点目。ドリブルからの素晴らしいシュート。前半の40分見事に決めました本山。いや素晴らしい本山のドリブル。素晴らしいゴールだったですね。ただあれ足首どうですかね。ちょっと痛そうですね。ここ山下がね素晴らしくあのマンツー、細かいマンツーを決めたんですよね。そして平瀬がコースを開ける。そこへもうトップスピードで入っていきましたね。このドリブルとスピード、これシュートした後に、シュートした後にタックル入られたんですね。いやそれにしても素晴らしいドリブルですね。いや本山はどうやら立ち上がりました。山下がまあ倒れながらもよくつないで、ここからこれフェイントかけて中を、そしていいタイミングで決めました。もう彼のそのドリブルの特徴なんですよね。スピード、それはそのスペースを見つけた瞬間にもうまたスピードアップするんですよね。今のあの間を抜ける瞬間のドリブルのスピード速かったですね。速かったですね。本山が3点目を決めました。これで本山自身も3点目、ワールドユースでも準優勝、そしてベストイレブン